春風亭流行と申します、まあ、しばらくお付き合いをお願いしますが、まあ、出てくるなりねあの自慢するようで、まあ、大変申し訳ないんですけど実は私この度あの大変な賞をいただきましてあの、ね、自慢するっていうのは本当に良くないんですねこの商売でねでも誰も言ってくれないから自分で言うより仕方がないんですけど立派な賞頂い,いたんですねあの花粉症という賞をいただきますの <laughs>、えー、まあ、おつらい方はねもうしばらくのご辛抱かと まあ今日はね私が夜席の責任者ということで、うん、あのそんなにもう長い時間はねおしゃべりいたしませんでもう皆んもね帰る時間があるでしょうからそんなに長い時間しゃべりません、まあ、時間にいたしましてあと2時間45分ばかりはまあ語り込もうかなと思うところなんでございますけれどもんよく昔からこの名人上手なんてことを言いましてね一芸に秀でた方っていうのはね ちょっっとと変わったところがあるんだそうですね、まあ、最近ですとね、あのー、ちょっと病気なさって以前よりはテレビ出なくなられたんですけどあの加藤一二三さんなんていうのねあの人も、あのー、10代20代の頃はねあのどん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  A 級八段になって、えー、人務以来の天才なんて言われてねで、あのー、もう本当にもうあんな歯が抜けて毎日のようにテレビで出てましたねあの方もね、えー、よくわからないこと言ってるんですね。あ,っとあのき あままり似てないいようでございます <laughs> 賛同が得られなかったようでございますまたあのね貴乃花親方なんていうのもねあ,のあれ辞めることなかったあれもねあの弟子が暴行されちゃった時はねなんか見たこともないスーツ着て、ね、二人こんなになっちゃうこんなんなって座ってたね自分の弟子が暴行したら急にジャンバーかなんか着込んでこんなになっちゃって。 ね、どうだったんでしょうか、ね、まあいろいろあるんでございましょうけれどもまあ我々あの落語講談浪曲の方でうん名人といいますとね変わった名人といいますとこれはもう皆様ご存知左神五郎俊勝でございますこの人もだいぶ変わっていたようでございまして「おいちょっとみんな集まってくれねえかな?ん」。んなんでほらさっきからさあそこでもってボーっと突っ立ってこっちを見てる妙な野郎がいるだろう?ん「んおおいるな。 なんだい「どうもねぶつ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 なんか言ってるから俺気になっちまってさ仕事の手を休めてねそば行って聞き耳を立ててみたんだよ」。ただね江戸の大工はねなりが勇ましいってんだおいおめえこっちったら江戸っ子でなりでもってな人に引けを取ったことはねえんだいそこまでそこまではいいんだよそのあとがいけねえやなりは勇ましいけれどもどれもこれも仕事がまずいで存在だ。 うん、上手で存在は見ちゃいられるが下手で存在はとても見ちゃいられねえ。な中でも一番まずいのがね今鼻の頭描いた野郎だってんだよで誰が描いたのかなと思ってひょいと見るって言うとね兄貴なんだよ 2>、うん、で2番目にまずいのが今俺のそばへ来て聞き耳を立ててるやつだって俺のこと言ってやんだよで鉢からげをしたやつあれはいじればなんとかなるってんだ鉢から毛 妙なこと言うな『うん何だろうなと思ってひょいと見るってとね松兄が鉢巻きを締めてるだろう一人前起こしてね、えー、仕事をしてる人を捕まえていじりゃなんとかなるなんてこういう生意気なこと言いやおーおお黙っちゃやらねえおみんなこっち手ぇしてから殴っちまうんだから気の荒い連中ですからたまりません寄ってたかってポカポカポカと『おおめえたち何やってんだおいけねえとりだ』えう言うらもとおりご苦労さんご苦労さんご苦労さんご苦たさが 人を殴れとは言っちゃいねえなんだよいいすいませんあんまり腹立ったもんすからね思わずポカッと当たり前だめ腹立てねえで殴るやつはねえやどうしたよ、うん、この野郎がね俺たちを捕まえてねどれもこれも仕事がまずいってんですよで存在だ上手で存在は見ちゃいられんが下手で存在はとても見ちゃやられんってこういう生意気なこと抜かすもんすからね思わずポカッと、うん、じゃあなんだなこの人がおめえたちの仕事にケチをつけたんだな ええ「まあそうなんで」うん。じゃあちょいと聞くわよおめえは腕がいいかいいやいいってことのことはござんせんよ。うん、仕事は…